こんにちは。テンバーアカデミーふりひでおです、えー。今日は、オーストラリアアマゾンで儲かる商品探し。まあ、これのね、まあ、今まで言ったことのまとめというか、まあ、重要なポイントがね、えー、重要だと認識してない場合があるなとちょっと感じたんでね、まあ、それについて儲かる商品の探し方、まあ、これについての、えー、おさらいとまとめです。まず、アマゾン、オーストラリアで えー、儲かる商品を探す3つの方法。オーストラリアアマゾンでランキングがついている商品を探す。2番目にオーストラリア eBay で売れているがアマゾンにカタログがない商品のカタログを作って売る。3番、オーストラリア eBay で売れているがアマゾンのカタログの出来が悪い商品のカタログを作り直して売ると。まあ、主にこの3つの方法ね、あります。でその商品を、まあ、探す方法なんですけど、まあ、これね、まあ、 焦らなくてもというか、まあ普通に1日1商品探せばね、えー、1ヶ月で30商品になると。で、これ繰り返せばね、3ヶ月で90商品になります。まあ1日何十個も見つける必要はない。1日1個でいいと、ね。で、逆にこの1個、1日1個って形の方が、まあいい商品見つかるというのがね、えー、まあ今までのやっぱサポート内容で分かってるんで。 まあこれ1日1個は見つける。1日1個まずね、えー、うまく見つからないうちは1日1個だけ見つけるという方がね、かえって見つけやすいです。で商品探しのね3つのポイント、まあ、儲かる商品が見つかると思って探す。で2番目に、1日1商品は見つけて商品探しを習慣化する。3番目は儲かる商品が見つかった方法はどんどん繰り返すと。と いうこことなんですけどこれ、ね、100個見つけなきゃとか30個見つけなきゃというのをねいきなり考えちゃうとまあなかなかねうまくいかないうちに30個100個見つけるとうまくいかない商品を30個100個見つける場合が多々あると。でアメリカのアマゾンについては、まあ、リコメンド機能があるんでね、えー、商品探しはまずくても。 あまり売れない商品もね、えー、売れちゃうというのでね、商品探しは簡単です。その代わりね、えー、まあ、ライバルも多いし、まあ、たくさん売れるということは、まあ、どんどんね、えー、安く出しゃ売れると思って出品してくる人も増えますんで、値段も下がっちゃう。見つかるけど、えー、ずっと儲けるのは難しいっていうところがあります。逆にオーストラリアの場合ね、 え、見つけてしまえば、まあ、まだまだね、ライバルも少ないわけですから、まあ、ほとんどの商品は、アメリカよりは数倍ね、えー、長く稼げるという形になります。そして、儲かり商品が見つかった方法はどんどん繰り返す。まあ、このね、えー、2番と3番は密接に絡み合ってるんですけど、えー 儲かる商品が見つかった方法はどんどん繰り返しますのでね。商品見つけが、商品探しがうまくいこくうになれば、1日1個と言わずね、えー、時間がある時に10個、20個、あるいは店舗行った時ね20個、30個見つける形で OK なんですけど、見つからないうちに何十個もやるとね、えー、儲からない、儲かる商品が見つからない、売れない商品とか損する商品しか見つからない方法を、えー、繰り返すと、まあその、 儲からない商品売れない商品がどんどん見つかるだけなんでね、まあ、これはもう一日一個に逆にね、うまく見つかるまで1一日一個に絞った方がむしろ、えー、遠回りれなようで近道なんじゃないかなというふうにね、えー、考えられますんで、まず一日一個は見つけると。 一、ね、日一個だったら逆にこうやっても見つかんないとかね、この商品どうでしょうって相談して、えー、飲み込みやすいと思うんで、まあ、相談まめにするってのと、一日一商品を見つけるって形にすればね、まあ、商品が見つからないってことはほぼないです。で逆に、今言ったのの裏返しが儲かる商品を探せない人の特徴になります。まず、儲かる商品が見つからないと思って探すと、ね。これ見つからないと思えば見つかりません。 そればかりか持ち帰るの面倒だな、出品が面倒だなと思っただけで商品が見つからなくなります。まあ、これどういうことかというと、まあ、以前マンダラ系で仕入れた時ね、マンダラ系の商品って基本的にフィギュアででかいんで、まあ、持って帰るとなると結構しんどいと。まあ、だから宅配便で送ってたんですけど、 まあ、たまにね、サポートで教えるときとか、宅、ま、配、あ、便で送るほど見つけている時間はないねと。何しろ見つけた商品はね、これなんかいいんじゃないですかって会員さんに譲ったり、あるいはね、会員さんのサポートが中心なんで、自分の商品は見つけない形になります。そうなると、まあ、自分でも、自分の分はいいやと、今日はね。で、見つけなくてもいいや、サポートだけで。で、まあ、中途半端に見つかるとね、持って帰るのどうしようかなとかって、頭を、頭の片隅をかすめると、 えー、途端にね、商品が探せなくなるというのがありました。だからね、もうこれはもうあの、どんな少なくてもね、えー、買ったらもう送ると決めちゃえばガンガン見つかるようになったんでね、その、出品がめんどくさいとか、持ち帰りのめんどくさいと思っただけで、同じ店を同じように見てね、でしかも、私が自分でやってますからね、まあ、普通に、まあ、今日は持ち帰りとか気にせずね、時間もあるし、ガンガン買おうと思った時は、10万、20万買えるもんがね、いや、どうしようかなって。 まあえー、持ち帰るのめんどくせえなとかね、あ、出品溜まっててめんどくせえなと思ったとたんにね、えー、全然見つからなくなるというのを経験してますんでね、これはね、見つかると思って探す。ね、非常に重要です。そして、気が向いたときだけ商品探しをする。一度にたくさん見つけようとすると。これね、やっぱりね、商品探しは習慣化しないと上達しません。でね、えー、全然商品探しできてないうちに、えー、たくさん一度にたくさん見つけようと。 するとですね、まあ、先ほど言ったように、えー、儲からない商品ばっかりたくさん出てくるという形になります。で、1日1個でね、えー、商品探し、ストップしてやってれば、何しろ少なくとも、ね、日付は変わってるわけですから、き、まあ、昨日と今日だとね、やっぱ違った気持ちで探すというのがありますからね、えー、30日あれば30種類の商品が、本当にばらけて30商品になります。 1>, 1日に30個見つけるとね、外れたときは全部外れてますし、えー、逆にね、商品が見つからないなっていう段階で、30個見つけると、外れる可能性がでかいというのがあるんでね、一度にたくさん見つけようとするっていうのは、初、えー、めの段階だとおすすめできないです。で、まあ、2番と3番はね、密接に絡み合ってるんですけど、儲かる商品が見つからない方法をどんどん繰り返すと、やり方を変えない。ね 売れないんですよねねっって言って言、ね、同じ場所から同じように同じようなジャンルの商品をね、えー、同じ店舗で仕入れてると、まあ、ダイソーならダイソーで別な店舗に行くとかね、えー、逆にダイソーやめてハンズ行ってみるとか、まあ、そういうことをしないと、まあ、同じとこで同じように仕入れたら同じような商品が見つかるっていうのは当たり前なんですけど案外これは忘れがちでね初めに相談した時そういえばまずダイソーでって言ったからダイソーずっと行ってましたと、ねえー、2ヶ月も3ヶ月も経ってから いや,いやいやあのうまくいかないんだったら相談してもらえばね、テ、え、ン、ー、を変えるとかいう形があるんですけど、何も相談せずにうまくいかないのに、そのままやられちゃうと、えー、なんとも、えー、手の打ちようがない、ね。うまくいったらうまくいった報告もしてもらいたいですけど、まあ、うまくいったら正直ね、えー、報告しなくても構いません。うまくいってるわけですからね。ただ、うまくいかない場合は、これ、報告なり相談してもらわないと修正できないんで、 もうかる方法見つからない、商品見つからないという場合はね、えー、何やって見つからないというのをね、えー、相談してもらえば、あるいはね、何やったらいいんだか分かんなくてできてないという形でもいいです。何しろ進んでないなと思った、あるいはね、うまくいかないなと思ったら相談してください。まあ、これね、見つけ方のサポート、商品探しのサポートがね、一番の肝になりますんで、えー、お気軽にご相談ください。 以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。